ジャンプシュートというのはフォワードが行うプレーというイメージがありますし、実際にこうスピードのあるフォワード選手がドリブルから切れ込んでジャンプショットを行ったり、ミートからジャンプショットを打つっていうのはバスケットの中でかっこいいプレーの一つなんではないかなと思います。ただ、でもジャンプシュートを身につけてほしいのはフォワードの選手だけではなく、まあ、いろんなポジションの選手が身につけるべき技術なんではないかなと思います。最後に、センタープレーヤーがジャンプシュートを使ってシュートを打つというようなところを意識した、ハイポストからのワンドリブルのジャンプシュートのドリルを紹介したいと思います。はい、じゃあ、ローポストからハイポストに向かってフラッシュミート両足着地で半身でリングとディフェンスを確認してミドルラインの方にワンドリブルジャンプシュートでリバウンドは自分で行ってください。はい、じゃあ始め。はい、でトップに返す。はい、これもハイポストで構えた選手に対してディフェンスがドリブルを警戒してグッと下がって守った時に、まあ、ドリブルが起こってジャンプシュートになる。その時にこうドリブルの勢いのままストップもリングに寄ってしまうと、何回も言いますがディフェンスの方に自分が寄っていく状況になってしまうと。だからしっかりとストップをその場でしてボールの方を自分の方に引きつけるということがとても大事。はい、じゃあもう一回やってみて。そう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 、そういう感じね。そうそう、ワンハンドはこう直線運動でまっすぐ飛ばすね。あー、ボールの終わりのところに自分の体が行きよるね。はい、もう一回。お、いいね。シュートが終わった後やっぱり膝が突っ張ってるからこうぶちかましみたいなボックスアウトにこう恐怖心からシュートが外れたりする。やっぱりこう少し着地の時には膝を緩める習慣をねつけないからね。はい、はい、そしたら逆の右側やってみようかね。はい、始め。はい、ストップ。まあ細かいようだけどフラッシュミートの時にはエリアから出ないとディフェンスに守られとって構えて何かした時にピーチ3秒みたいなことになるから、しっかりこう外までミート飛び出してね。はい、始め。少し遠いなと思ったらドリブル2回入れてもいいよ。はい、しっかりリング見て、しっかりリング見て。はい、ラスト。やっぱり引き付けが弱いね、引き付けがね。はい、ラスト。もう一回ずつ。
はい、ストップ。はい、シュートドリルは、まあ、いろいろなやり方があって、始まりのところと打つところをもういろいろ変えることができるし、状況設定も変えることができるだろうと思いますけれども、でもまあ何を見るかというポイントを見失わないようにして、まあ、ここで言えばボールもらってリングを見てからのドリブルの入り方と終わり方、そしてボールを引きつけてジャンプ、ためを作る、そしてシュートタッチというようなところ、まあ着地した時に脱力してリバウンドに備えるというようなところも見てあげればいいのかなというふうに思います。まあ、全体的なこう流れの中で入る入らないだけにとらわれるんではなくて、まあどこにうまくいかない原因があるのかをしっかり見てですね、で基本的な練習に戻ってそこを反復する、見直す、確認するというようなことが結局こう土台作りにつながって、土台がしっかりしてきたらですね、自然とその上にものがこう積み重なっていくのかなというふうに感じます。ぜひ、まあこういう形だけではなく、いろんな形でのジャンプシュートのドリルを考えてみてください。